南側の通路、お客さんは大喜び。一つをね、目の前で見させられたらお客さん大喜びですね。さあ、ただ和田恭平レフリーは怒っています。リングでやれと非常に厳格なジャッジ。さあ、石川たちが戻ってきた。うわ、すごい、やっぱでかいですね。でかいですね。石川195センチ、米は185センチ、そして分厚いですからね、2人とも。厚いですね。石川130キロです。米110キロ。もう普通の戦いではありません。まあ、ただ石川は2月の第1回リミットブレイクから前線参戦していますが、ここまで目立った結果は出ていません。そうですね。なので今日のね、モハメド4戦を一つのね、通行手形になりますからね。そうですね。ここで勝利して次につなげたいですよね。まあ、なんせ全日本の三冠ヘビー級王座も取ったことがある男。まあ、今はね、GHC のハードコアのチャンピオンでもありますし、大日本のね、ストロングデスマッチのベルトも取ったことある実績のある男ですからね。さあ、フットスタンプ、ジャイアントフットスタンプが炸裂しました。これは米もたまらない。石川は今年1月に5年間所属した全日本プロレスを退団、フリーとして活動しています。さあ、ここでは6